こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、ティーオブラック前に行きそうです。アロマチェイサーそれに続いています。さらにはキャッシュパートナー6番アルーリングヘラクレス、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。ティーオブラック先手を取りました。キャッシュパートナーすぐ後ろ、その後ろにアバンピース、ナリタブライアン好位をキープ、その隣にチェリーハイネス、その横にアロマチェイサー、ファイブアシャイン、この馬もこのグループ、オートバレーすぐ後ろ、並んで9番ノースヒーロー。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはティーオブラック、2番手に16番ナリタブライアン、すぐ後ろにチェリーハイネス、並んで2番キャッシュパートナー、その外にファイブアシャイン、その隣にアバンピース。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方からティーオブラック先手を取りました。16番ナリタブライアン2番手を追走しています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はティーオブラック、2番手はナリタブライアン、これは絶好の手応え。アバンピース3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはナリタブライアン、ナリタブライアン先頭、残り 200m、 ナリタブライアン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はアロマチェイサー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ナリタブライアン1着、2着はアロマチェイサー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ナリタブライアン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ。先頭は桜栄光王、桜栄光王先頭、あと 200m、 桜栄光王先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にリコーペガサス、リコーペガサス、リコーペガサス1着、2着にはどうやら桜栄光王、見事に勝ちました。リコーペガサス、桜栄光王2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ。先頭は成田エンペラー、残り 200m、 先頭は成田エンペラー、一気に捉えるか。ナムラ国王、マイネルアワー抜けた、シンボリシは追いすがります。マイネルアワー、マイネルアワー1着、2着は微妙です。見事に勝ちましたマイネルアワー。
京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに古馬の壁すらも飛び越えるか、それとも古馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のシェイクアンナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ベイガ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してベイガ鼻に立ちます。その後ろからはシェイクアンナ、この馬も上がっていく構えです。さらにはマイネシリウス、16番バンダムエコセル、その後ろファーストボール、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはベイガ、すぐ後ろにノーブルスコープ、緑の帽子メイクフレーム、その後ろすぐ隣にスイートビジョン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のベイガ現在先端に取り付いています。では前の方から見てみましょう。メイクフレーム先手を取りました。2番手に1番ベガ、その外からバンダムエコセル、その後ろにノーブルスコープ、その外からスイートビジョン、その隣にポーセンリズム。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはバンダムエコセル、これに続いてメイクフレーム。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は依然として16番バンダムエコセル、まだ粘っています。2番手はベガ、絶好の手応えです。メイクフレーム、3番手ベガ、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。ここで先頭変わりました。先頭はベガ、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はスイートビジョン、あと 200m、 ベガ先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はオクトベガ、ベガ独走、ベガぶっちぎりです。ベガ1着、2着はオクトベガ、ベガ牝馬3冠に加えてもう1冠、もはや牝馬に敵なし、真の女王の座に上り詰めました。